おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は豊橋市正泰寺住職、大河渡悟道さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本正慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も大河渡悟道さんとおしゃべりをしてまいります。はい、はい、信心の話とかね、ちょっとね、なんか昨日も、出てきたんですけど、急になんかその辺もっと行きたいかな。あ、そうですか。なんか話が飛んでしまったような感じがしたんですけど、はい、よかったですかね。まあ住職として、その正泰寺というお寺を、こうまた後世につないでいくことが仕事であると言われましたけど、宗派によってもちょっと表現はね違うとは思うんですけど、例えば本願寺派とかだと、はい、浄土真宗のお寺は門法の道場であると、まあそれは浄土真宗である限り基本はそうなのかなと思うんですけど、そうした時に、まあお寺を受け継いでいくっていうことは、正泰寺が、これからも門法の道場として生きているっていう、きっとそういうことなんでしょうし、まあ、その時に、大河渡さんも今、もう、まあ、これまでも、随分たくさんの法座、法話をする、布教師さんというか、その布教の場に出られることも多かったと思うんですけど、今、お寺が門法の道場として機能するっていうことは、どういうことだと思います？もう今、一番の問題になってるところですよね。その、お寺が何のためにあるのかというところから、につながることですけど。ですね。それで、まあ、浄土真宗においては、じゃあ門法の道場ということならば。最近YouTube で、その、法話を聞く機会が、私自身もすごく、増えてきてるんですけど、いつでも聞けるし、聞き直しができるし、学ぶという気持ちでいれば、非常に、便利だな、というのは思うんですよね。だから、ああいった形はどんどん広がるべきかなというふうに思う一方、やっぱりその、人が集まってこそ、まあ、隣の人の息遣いが、ある中で、共に聞くという場というのは、これは、やっぱり門法の、大事なところだと思う、私は思うんです。で、昨日、一昨日とかでも話をした、三重県で、門房に始まって驚いたっていう、その先生のお話に驚いたっていうのもあれば、一方でその聞きに来られている方々の姿勢というか、聞き方。で、大変こう、お年を召したおばあさんなんかが、その真宗聖典という分厚い本をですね、持参されて、で、そこ、こう先生が言われる言葉を、とこう、めくりながら、確認して、で、ちらっと覗くと、そこにいっぱい、こう、線が引いてあったり、書き込みがしてあったり、普通の、おばあちゃんだと思うんだけど、一体この人は、どれだけ今まで聞いてきたんだろうって思うと、びっくりするような、光景をちょっと見たりするんですよね。だから、そういう出会いは、やっぱり、門房の場でしかないことだと思うので、やっぱりお寺という場で、法座をし続けるっていうのは、これは、人数、聞きに来る人の人数ではない、
続けなきゃいけないことだとは思います、ね。うん。まあ、それと並行して、その、YouTube なとかね、そういった、誰でも、いつでもというふうに発信を並行してできれば、まあ、私としては今、一番ベストな状、ベターな状況かな、形かなというふうに、今は、ちょっと考えてますけど。そうですね。その、先ほど、モコードさんが言われたように、学ぶと、はい、いう意味では、まあ、手軽だし、YouTube、まあ、何回も見れるし、復習もできていいんですけど、でも、その、モコードさんが、高田本山で、にいらっしゃった頃の、その、もう、まあ、純粋に、ひたすら文法をしていたっていう、頃の感動って、まあ、要は、自分が丸裸にされていく感覚っていうのは、うん、その、学ぶ仏教が何か、その、うん、まあ、学問というのか、どっか外側にある対象として、知識を貯めていくとかっていう、そういう聞き方じゃないわけですよね。そうですね。そこは、うん、どっかで自分のことと、聞く耳を、これ、まあ、開発しなきゃいけないところかなと思いますけど。そうですよね。だから、まあ、それが、別に YouTube だからできないっていうふうにも思わないんですけど。でも、確かに、そういう点からすると、聞いて分かったっていうふうな聞き方は、では違うとは思いますね。そうですよね。そのさっき言ったこう息遣い、隣の人が、はい、まあ今こうコロナになっちゃったんで隣の人の息遣いが近くで聞こえるといけないことなんですけど、一番そうなっちゃいましたけどね。でもそうですよね。ただちょっと突っ込んでこう聞くと、はい、そういう話ってこう、まあみんな、そうそう、私が仏法に出会って、こういうふうに聞いてきて、こういうふうに、まあ変わってきました。まあ自分が丸裸になってとかっていう。でも、丸裸ってどういうことなんだろうって、結構ね、なるほどね、今時の人、まあ思う部分もあるんじゃないかな。だって丸裸になりたいかっていう話もあるし、で、いや、丸裸になるの怖いですか？いや、怖いですよねって話もあり、丸裸になりたいかどうか、そしてまあ、それ怖いって言うんだったら、いや、じゃあなりたくないよねっていうこともあると思うんですよね。はい、普通にそれだけ聞くと。にもかかわらず、なんで、やっぱり聞きに行こうと、思うのかっていうのは、そこはどうしてだと思いますか？そうだな。丸裸ってね、自分が知っている丸裸じゃない自分こそが丸裸っていうことだと思うんですよね。だから自分が知っている自分っていうのはあくまで自分の意識の中で、了解している自分であって、本当の自分は、自分の意識を超えた部分、まあ見えない部分っていうのかな。まあ自分の背中が見えるかみたいなよく言われたりするんですけど、後ろ姿とかって自分では見れないように、本当の自分っていうのは自分自身で、知ることはできないんだっていうことは、自分のその見えない自分を知らされて初めて、これが自分だったのかというふうに知らされている。っていうことだと思います。でもそれを、まあ、衝撃でもあり、恐ろしいことでも、悲しい、なんかこう、自分が、こんな自分だったのかっていうふうに、思うんだけれども、でもそこに、なんていうかな、まあ、蓋をしていたものに向き合わなきゃいけないっていう意味では、辛い、ね。辛いですよね。でも、こんな自分があったんだというふうな出会いという部分でもあるので、それは
まさか自分のな中にというか自分の上にこんな世界があったのかみたいな、そういう感動みたいなものはやっぱりありますよね。丸裸って言った時に、まあ、どっちかっていうと裸の王様であったことに気づくような感覚もありますかね。別に、そう、着てる服を脱げっていう話じゃなくて、それは自分が着てると思ってただけだったからっていうことに、気がついて。そうですね。そんな風な言い方もいいと思います。まあ、そうすると、逆にそれは、今まで恥ずかしかったねっていうことにもなっていくわけです。そうです、そうですね。よく、今まで、気づかずに平気で、得意げに生きていたことかと思うと、恥ずかしくも、恥ずかしい、そうですね、恥ずかしいという気持ちはありますね。そうですよね。結構、親鸞聖人の言葉にも、恥っていう言葉もね、はい、出てきますもんね。懺悔なき者は畜生に同じみたいな、ね、言葉もあったと思いましたけど。でも、かといって、モラルの世界じゃないっていうことをね、はい。そこの、その際がね、私も戸惑ってた時がありました。そうですね。いい子。いや、今までこんな、ね、恥ずかしいことして、こう、世の中の規範から外れちゃって、常識を踏み外してたね。これからは常識人になりましょうって話ではないですね。そう、そうですね。だから常識を振りかざして、かつ、人を傷つけてしまうような私とかね、そういったところに、こう、気づかされてくる。どうも、なんていうかな、よしっていう世界がないっていうのかな。これでよし、それでいいんだよっていうのがね、まあ、そうだな、ないなっていうふうに。そうですね。僕よく、まあ、法話っていうか、はい、まあ、こう、まあ、おしゃべりでも話すんですけど、すっきりした感覚って危険だよねっていう話。そうです、そうです。まあ、人間ってすっきりしたくなる生き物なので、これで分かったとか、これで大丈夫とか、これさえあればっていうふうに従るんだけど、そういう時こそ、まあ結局、なんかにはまっちゃっているっていう。そう、なんか掴んでるんですよね。そうですね。掴むっていうのは、その自分勝手な理解で済ませてしまってるという状況だと思うんですけど。そういう意味では、文法ってね、聞けば聞くほど、わからなく、落ち着かなくなるみたいな。終わりがないですね。だから、どこかの、まあ、確かに、ロングスパンで言えば、成仏する、仏になるっていうことなんでしょうけど、それはもうちょっと限りなく引き伸ばされたゴールとして一応は設定されていて、まあ、それがないと動き出せないんで、一応は設定されているんだけど、本当のところ歩き始めてみると何が一番大事だったかっていうと、まあ、そのゴールは結構どうでもよくて、そもそも、まあ、その、まあ、ゴールがあるっていうこと自体がそれを掴みに行くっていう発想、に陥ってるわけで、そこじゃないんだっていうことに、まあ、いざなわれていくのが文法っていうことですかね。往生がゴールっていう捉え方もね、私最近ね、ちょっと自分、まあずっとそれも私思ってたんですけど、なんかそういう捉え方
そのものちょっと違うのかなって最近、実は思うようになって、はい、浄土をゴールと目指して頑張っていくみたいな真宗の歩みをなんとなくイメージしてたのが、そうじゃなくて、浄土から、照らされつつ歩んでいくとか、なんて言ったらいいかな、その往生はその成仏するために往生するんだと。で、成仏は何のためにするのかといったら、これは仏として働くために仏に成仏するのであって、だからその最終目的はそこなんだよっていうふうに、こう、これは架橋実演先生のお説教を聞いていて、はいはい、ちょっとハッとしたんですね。なんか往生がゴールじゃなくって、それは手段っていう言い方が間違ってるかどうかは分かんないんだけれども、最終的に私たちは仏として他を助けたいという存在にならしていただくんだというのが本当の目的で、そのために、今は私たちは生きてるんだっていうふうなことを聞いて、だからゴールがずっとずっと先の方に伸びてきたような感じを受けたんですよね。はい、はい、そうですよね。で、特にその時に加計先生がなぜその他を助ける仏にならしていただく必要があるのかといったら、それが私の償いだってこう言われたんですよ。償い、ね、うん、だから今こうして私が生きているということが、いかにその尊いことを無下にして他の命を奪い他を傷つけて、うん、あるのかという、まあ、これも変えようもない、存在そのものの持っている業だと思うんですけど、で、そういう私がそのまま、往生でおしまいではなくって、この償いをさせていただけることが、今は、まあ、生きることなんだっていうふうな、ニュアンスに私は聞いたんです。そこで、うん、ああ償わなくてはいけないような、生を今生きているのかっていうふうに、初めてこう、ハッとさせられたみたいなね。気の人心なんてね、真宗では言いますけど、なんかその償いという言葉で初めて、それが、実感できたような気がしましたね。償うっていう、そうですね、言葉と、まあ多分すごくよくセットで出てくるのが罪っていう、ああ罪、ことなんでしょうけど、まあ罪の問題とかっていうことではないんですか？仏教だと罪というか、まあ業っていう言葉でそれを表すのかなとかと思うんですけど、やっぱり、まあ、罪という捉え方の方が今は分かりやすいのかもしれないけど、やっぱり生きてるってことは自分の場所を占有してることであり、うん、まあ、いろんな形で、依存したり、摂取したり、抑圧しながら生きてるという事実は誰の上にもあると。思いますよ、うん、100% 被害者なんていう人もいないでしょうし、うん、誰にも迷惑をかけずに生きてるなんていうことは絶対にありえないことなので、うん、そうですね、だからそこで、そういったことをきちっと受け止めて生きているかなんて、絶対にそんなできることではないと思うんですよ、うん、だから、軽んじたり、無視したりしながら、平気な顔して生きているというのが私たちだと思うんですけどね。私だと思うんです。うん、
だからそれを、そのことを自分で悲しむなんてことはできないと思うんですよ。これが当然として生きているわけですから、それを悲しみとして、ね、悲しみとされる、存在が仏様だ。という受け止め方って言ったらいいのかな、うん。一瞬そんな気持ちになったと思ってもすぐ忘れちゃったりして。うん、自分でその感じているものも多分、万分の一、億分の一みたいなことじゃないかなとも思いますし。うん。すごい。業の話まで来ました、ね。いや私はね、なんせ芸大でございますからね、あまり仏教の、中学で言うと、非常に危ないものを持ってますので、あれですけど。いや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 。はい。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございます。2021年1月23日に初めてのライブ配信を行います。 Zoom ミーティングを使ってリスナーの皆さんとの交流もしたいと思います。参加申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本昇慶の北条庵または音の巡礼をご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。懺悔し立て祀る人心受けがたし今末に行く仏法を聞きがたし今末に聞く好み根性にのせずんばさらにいずれの性においてか好みをどせん大衆もろともに指針に参謀に消えし立て祀る自ら仏に消えし立て祀るまさに願わくは主情とともに大道を体下して無常意を起こさん自ら法に消えし立て祀る。まさに願わくは主情とともに、深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に消えし立て祀る。まさに願わくは主情とともに、大衆を通りして一切無下ならん。弟子向こう人未来祭、不摂生、不中等、不邪因、不毛語、不器語、不悪、不良絶、不言論、不信に、不邪見、恩母ちったぼだはだやみ、恩母ちったぼだはだやみ、恩母ちったぼだはだやみ、恩さんまやさとばん、恩さんまやさとばん、恩さんまやさとばん、無常人人未明の方は、百千万号にも愛をことかたし、我今検問し、受事することを得たり、願わくは如来の真実義を下せんことを。仏説まかはんやはらみた信行。漢字在菩薩行人はんやはらみた字。朝見後雲海空洞一切空役斜里四式不意空空不意式式即税空空即税式。重創業式、薬無行税、シャーリーシーズ。商法、空想、風商、風滅、風空、風上、風増、風減税、高
証拠を見即法無限界内し、無意識界無無妙薬無無妙人内し、無老死薬無老死人無苦十滅道、無知薬無得意無聖徳高坊大殺退、アンニャハラミタ、コシンムケゲムケゲコムウクフオンリ一切天道無相苦、涅槃三世諸仏へ、アンニャハラミタ、高徳アノクタラ、三脈三宝、高知ハンニャハラミタ税大臣修税大名修税無常修税無東道修道上一空心実不古高説ハンニャハラミ修足摂修圧やてやてハラやてハラソやて坊寺ソワカハンニャ信行オンアボキャベロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラハリタヤウン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 ナム本尊海へナム本尊海へナム本尊海へナム大師返上今後ナム大師返上今後ナム大師返上ナム工業大師、ナム工業大師、ナム工業大師。願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと主要と皆ともに仏道上善こと。このポッドキャストは、ノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。